ナ内市とロシア・サハリンを結ぶ貨物船チャーター事業貨物などを請け負う関連会社によりますと事業は2016年度からサハリンとの物流振興を図る目的で年5回ほど行われてきましたがロシアのウクライナ侵攻を受け来年度は実施しないことを決めたということですきのう稚内港に入港した今年度最後となる貨物船には米や釣り具などおよそ2.2トンが積み込まれ 今日午後にも出向すす。る予定です稚内市は経済,制裁が経済制裁で物や資金のやり取りがうまく行えない中来年度の実施はできないとしていて今後は情勢を踏まえた上で判断するとしています。